してだけど、じゃあカムロギとカムロミって何なのっていうと、なんか高間ヶ原にいるカムロギっていうのと、まあ、あの正式本当は木なんだけど、カムロギっていうのとカムロミっていうのがね、だいたいこう木と実っていうのがペアになって出てくるんですよ、神話の中には。で、木っていうのはだいたい男性なの。イザナキって男性神なの。イザナミさんの旦那さん、イザナキっていうのは男性で、イザナミっていうのが女性なわけ。イザナミね、ミでしょ。これは設備語で男性と女性を表すのが木とミなんだけど、カムロキ、カムロミっていうのはですか、男性神と女性神の命令でって言うんですけど、これが誰だかよくわからんないのよ。古事記日本書紀が編纂されてから約100年経った時に、ちょっと待てよ、古事記日本書紀ってお前らな、好き勝手言ってんじゃねえよ、うちの先祖の話が載ってねえじゃねえかって言い出したやつがいて、でそれが誰かっていうと、あのインベの広成っていう人がいましてね、インベ氏の伝承が、ね、古事記日本書紀には漏れてるっつって、こんな気に食わんっつって、でですね、本当はこうなんだっていうのをですね、作ったのが古語修理ということです。古事に高み結びという、これスメムツカムロギの御事なりって書いてあるんだな。でつまりこの大原の言葉では何という神様だかよくわからないんだけど、古語修理とこうぶつけてね、あの付き合わせてみると、これ高み結びのことらしいってことがわかるわけです。で、伊吹戸にいます伊吹戸主という神様が、今度は根の国底の国に伊吹放ちて、根の国底の国にずーって吹き飛ばしてくれる。根の国底の国だ、ね、地底です。海と地底はどうやら続いてるらしいね。一回起こした罪はもう二度と消えないって、お前死ぬまでお前その罪は背負っていけというような、あの粘着質な民族じゃなかったんだね、日本人は。だからさ、なんか政治家さんもなんか悪いことしてもさね、みそぎが済んだとか言ってね、またなんか復活したりするじゃないですか。あんまり経験に復活させるのもなんだぞって思うけどね。まあだからやり直しが効くっていうのがね、実はこの国の文化のすごい根幹に関わるものの考え方なんですよ。こんな感じです。赤間の原にかむずまりますすめらがむつかむろぎかむろみのみことも持ちてやおよろずの民たちをという感じ。Oh!